こんにちは、ピカルです。今日はザラの新作ルックブックをお届けしようと思います。前回のユニクロの動画でアフレコありとなしでどっちがいいかっていうちょっとコメントをたくさんいただいてたんですけど、より詳細にお洋服の情報をお届けしたいなと思うので、しばらくはアフレコでやっていって、どの状態がベストかっていうのをいろいろ試行錯誤していきたいと思うので、皆さん温かく見守っていただければ嬉しいです。というわけで早速マイクを買ってアフレコの音声をクリアにしてみました。ちょっと変わりましたかね。はい、そんな感じで、まだチャンネル登録してないよっていう方はチャンネル登録お願いします。それではいくでー。ルック1はサムネにもなっていたモノトーンコーデで、ちょっとフレンチガーリーっぽい要素が可愛いですね。トップスがかなり印象的なコーデになるんですけど、短めなのでハイウエストのボトムと合わせる方がいいです。ただこの首周りのボタンが2つしかなくて、着替えるのがめちゃくちゃ大変でした。脱ぐ時に首と肩がつりすぎてしばらく一時停止してました。これ気になる方は一度店舗で試着してみた方がいいかなと思います。ギンガムチェックのバルミューダパンツは、これ実はセットアップアイテムになっていて、ジャケットとセットで着ることもできます。ちょっとカチッとフォーマルに着たい時とかはジャケットで合わせても可愛いかなと思います。ブーツも春仕様で白を選んでみました。もう春意識のお洋服を紹介し始めてるんですけど、今週は寒波が来てすっごく寒かったですよね。皆さんの地域は雪が降ったりしてましたか？私は東京に住んでるんですけど、雪予報は出てるんだけど結局ほぼ降ってなかったです。はい、というわけで次のコーデ行ってみましょう。ブレイルのタートルリブニットと、こちらはね本当に使える優秀アイテムです。1枚1000円ぐらいなので私は5色買いました。とザラのウールワンピを合わせてみました。ワンピースが白なので中はカラーニットにしました。もちろんベーシックカラーの黒とかグレーとか白でも可愛いと思います。このワンピース後ろが可愛いんですよ。前はシンプルなんだけど後ろにリボンがついているのがポイントです。Uネックで結構首は詰まっているので、こういうタイプの襟が苦手な人は注意した方がいいかなと思います。しっかりめに長さがあるので足を出したくないコーデが好きな人におすすめです。体型はあんまり拾わないフレアラインなんですけど、このエクデュの色なのでみんなの色は目立ちやすいかなと思います。これ一見ニットに見えるんですけど、ウール素材なのであんまり伸縮性はないです。よくねコメントで合わせてる小物とかヘアスタイルが素敵って言ってくださるんですけど、タートルネックを着るときは髪の毛をアップスタイルにしています。結構ねお洋服によってヘアスタイルもぴったりなものがあるので参考にしてもらえたら嬉しいです。それでは次のコーデいきましょう。オフィスでも着れる綺麗めコーデを作ってみます。ハイウエストのパンツとピンクのフリルブラウスを合わせてみました。このパンツめっちゃ良すぎた。綺麗めにもカジュアルにも着れる形なのでかなり着回しが効くと思います。ブラウスはくすみピンクで派手すぎないのでお仕事コーデにもぴったりです。ちょっと春意識のカラーアイテムを取り入れてみました。ちょっと気になったのがこのボタンが上まで締められないのでインナーがちょっと見えるかなと思います。なので見えてもいいインナーを着た方がいいかなと思いました。このパンツは絶対インした方が綺麗に見えるので薄手のトップスを合わせるのがおすすめです。前ねこのルックブック撮ってる時にこのパンプス結構ヒールが高くてお洋服をアップにして後ろに下がるっていう動きをやってるんですけど、後ろに下がる時にちょっと滑って後ろ向きこけそうになってめちゃくちゃ危なかったです。実はこの裏でいろんなハプニングが起きてるんですけど、そんな感じでいつも撮影しています。話が脱線したんですけど次のコーデ行ってみましょう。リブニットパンツとダイヤ編みのニットを合わせてみました。このニットはクラシカルエルフのものです。かなり生地が分厚くてもちっとしていて私は超寒い日に着てます。今回スニーカーを合わせたんですけど、今年アグめっちゃ流行ってるじゃないですか。私もね欲しかったんですけど、もう全部売り切れで手に入らなかったんですけど、みたいなムートンブーツと合わせても可愛いかなと思います。ちょっとスタバによってあったかいカフェラテを買ったというような想定のコーデです。ただ生地はそこまで分厚くないので今の時期これ1枚できたらちょっと寒いかなと思います。
先日インスタのアンケートでデート代について質問が来たんですよ。で3択のアンケートを取ったんですけど、1位が割り勘で、2位が彼か彼女どちらかが払う、3位がその時々で決める。ですごい今の時代っぽいなって思いました。 YouTube の視聴者さんたちはどんな感じなんですかね。ではでは次のコーデいきましょう。ニットミニスカートとクロップド丈のセーターを合わせました。これはセットアップアイテムになります。早速サイズ掛けが出てたんですけど、なのでスカートのウエストはちょっと大きかったかなと思います。なのでお腹が出ちゃってますがすいません。ジャストサイズ着てもウエストが出ちゃうのは仕方ないのかなと思います。白っぽいインナーを着て対策するか、スカートを結構上に上げて履くのがいいかなと思います。生地はしっかり分厚めなので、インナーの色が透けたりラインが響いたりっていうのはあまり感じなかったです。はい、それでは次のコーデいってみましょう。もう私の動画で何度も登場しているスナイデルのマーメイドスカートです。そういえば来週スナイデルの春夏の展示会があるのでめちゃくちゃ楽しみです。これにリボン付きブラウスを合わせてみました。ブラウスは結構透け感があるので白いインナーを着た方がいいかなと思います。ただこの薄手なので逆にカーディガンを羽織ったりいろいろアレンジができそうかなと思います。モノトーンコーデにしてみました。このブラウス春コーデにめちゃくちゃ活躍しそうなアイテムですね。基本的にどんなボトムとも合いそうですし、ジャケットのインナーにもカーディガンやベスト合わせとかいろんなコーデが思いつきます。かなり薄くて繊細な生地なので、まあ、引っ掛けたりこう破ったりっていうのだけは気をつけた方がいいかなと思います。思いっきりガーリーにしても可愛いし、デニムで合わせてカジュアルに着ても可愛いですね。包帯部分はベロア素材になっています。包帯ブラウスを使ったモノトーンコーデでした。次のコーデ行ってみましょう。次のコーデはオープンニットワンピースです。薄いパープルカラーが可愛いニットワンピです。かなり透け感があるんですけど、インナーにペチコートがついてるのでそこは安心かなと思います。これ1枚でおしゃれ見えするアイテムですね。意外とザラにあんまりないタイプものだと思ったらリミテッドエディションっていうやつなんですね。限定アイテムらしいです。この限定アイテムっていうのがちょっと普段のデザインより凝ったものになってるのかなと思います。とにかく色味が可愛いのでパープル好きは要チェックのアイテムです。全体的にゆったりしたシルエットなのでいつものサイズ感で着用できるかと思います。それでは最後のコーデいってみましょう。私の動画でめちゃくちゃ出てくるグレイルのハイウエストストレートデニムパンツです。これはね年中使えて柔らかいデニム生地なので骨格ウェーブの人におすすめです。こちらにレース付きのニットセーターを合わせてみました。カーディガンになっているので羽織としても使えます。お袖と裾にレースが施されています。トップスが甘めなのでスニーカー合わせてカジュアルにしてみました。サイドの裾がちょっと短くなっているのがポイントです。前と後ろが長いタイプですね。こんな感じでデニムと合わせてもいいしスカートとももちろん相性がいいと思います。トップスがかなり甘めなので個人的にはカジュアルダウンして着るのがおすすめです。ニット自体がこうパンチングされているので若干中のインナーの色を影響しやすいと思います。なので白っぽいインナーを着た方がいいですね。差し色にブルーのバッグを合わせてみました。はい、というわけでザラの新作ルックブックいかがでしたか。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。